優勝へのマジック7で迎えた9月5日横浜戦。ベンチにカメラを入れ、星野監督の言葉や動きを見つめました。星野監督が最初に声をかけたのはショートの藤本選手でした。1回サードフライ。この時星野監督は藤本選手の守備位置を見ていました。バックアップが甘いと考えたのです。もうちょっと近づいて目離したらあかんで、風がこうやからね、もうちょっと近づいて邪魔にならんところ行って、よくあるやろ、トン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 とこうなるの、もうスッと行かれる。打ちたいぞ、引っ張ってくるぞ。2回打席にはホームランバッター4番ウッズ選手。カウント1エンド1。追い込んでボール振らせ。横に座るのは将来の正捕手にしたいと考えている2年目の浅井選手です。こういうことなんてホームラン争ってるでしょ。もう引っ張りが多いという頭へとこないから、だからインサイドは絶対ボールをせないから。インコースのボールで詰まらせました。けどアイスにとっては甘い球だからね、ちょっと詰まってるけど、ね、もうちょっと高くていい。それかもう低くいくか。3回ノーアウト1塁、ダブルプレーコース。シュータ選手の足がベースから離れました。ミスの指摘もアドバイスもその場その場で具体的に行います。序盤阪神はノーヒットに抑えられます。4回先頭打者は星野監督のすぐ前に座る赤星選手、レッドと呼んでいます。さあレッド行こう、ほれ監督、お前出てみ、ほれ。ライトフライ、なかなかチャンスを作れません。阪神の先発は新人の久保田投手。5回、星野監督は久保田投手がフォアボールをきっかけに崩れることを心配していました。カウント2-3。真ん中高めで強いボールで、結局先頭打者にフォアボール。前日も下柳投手がフォアボールをきっかけに失点していました。この日もここから3失点。星野監督が最も嫌う展開です。毎回同じことやってる、この辺のイニングに。フォアボールでやられたんだよ。同じことばっかりの繰り返しや。
じことやったな昨日も今日も。腹立つわ。緊張が走るベンチ。ミスをした選手だけでなく、チーム全員に監督の怒りが伝わります。僕は単純な野球をすると、いいか悪いか2つに1つだと。いいプレーすればみんな大いに褒めてやろう、悪いプレーするとみんなで叱ろうと怒ろうと、ね、そういうふうなその単純な野球やれと。あともういろんなその技術的だとかフォーメーションだとかそういうものは、まあ、細部にわたって各コーチがやっていけばいいこと。とにかくいいか悪いかそれだけですね。ですから果敢に攻めたエラー、思い切ってチャレンジしていった三振だとか凡打とか、そういうことはあまり言いません、怠慢プレーだとか基本的なプレーをミスした時には僕は怒ります。まあ、確かに怒ってる時はね、こう机をボーン、あ、椅子をボーンって蹴ったりしますんで、まあ、僕もあと思いながらね前で座ってますけど、でもやっぱその監督がこう思ってることをね、監督の近くにいるとやっぱりすぐ言ってもらえるし、そのいろんなこう怒ってる内容にしても話をしてるのも監督が後ろにいるんで、あ、そうか監督はこう思ってるんだっていうのもすごく分かるんで、僕はあそこにわざといるんですけどね。でも大体その蹴るタイミングっていうのも分かってきましたね。だから僕は逆に監督が蹴るんじゃないかなって思う時はベンチに立ち上がったりしてますんで、はい。